はい、黄金線ありがとうございます、おはようございますというところで、早速やっていきたいなと思います。はい、まずはですね、皆さん、デッキの進捗の方はいかがでしょうか。はい、もう残りね、ゆうべ第2弾日本代表ブラジル、おそらくドリコレみたく何でもフェスガチャみたいの来て超フェスというような流れで、あと4つですね。はい、で期間中にね、まだヒューガ君とかダビとか取れる、ゆうべの第1弾も継続中というところになってるというような形でしょうか。はい、まあ、まずはチームスキルをね、74くらいまでにはしときたい、今月なのかなというのがまず一つありまして、まあ来月には75を完成させるというような形ですかね。まあ無課の人とかは、まあ周年前貯めてるというような状況であれば、まあ比較的、乗り切りやすい周年になるんじゃないかなと思うんですけど、今までのね、多分、課金されてる方も今までよりもだいぶ楽にはなったんじゃないかなというところで、まあ運営さんのこのやり方は自分も今後もね、継続してほしいなというので、まあ毎月、まあ、ただこのピッチで毎月出てたら、この強さでインフレしてって毎月毎月来ると結構大変だなっていうような気がしますね。だって毎月毎週それなりに出たキャラクターを拾い続けなきゃいけないっていうのがあるので、これ何でもとりあえず強いキャラ集めてってシフトシフトしてシフトしていく方は、まあ結構大変なんじゃないかなと思います。はい、まあただ前と違って、しかもガチャの方も、森かデバフかみたいな形で、まあガードという概念がなくなっているので、まあ、そういう意味では、もしかしたら今後もガードキャラは出ないのかな、どうなんですかね。うん、まあ今ちょっとガードが出ないので、デバフパーの効果の方が上限が高いっていうねのもあるので、まあ、そういう意味では昨日の朝トークでもちょっと話しました、絆プラスアルファというのをうまく駆使しながら、1キャラあたりの平均を、まあ、シューターキーパー、まあ最低ですね、シューターキーパーは 6.5、以上ですね、乗るような形に引っ張っていかないと、上限ねきついんじゃないかなと。まあトータルデッキ全体でも、プラマイで上下で、まあそうですね、森で全開でっつってもね、特定キャラで多分60くらいが多分限界、59点いくつが限界なんですよね。もう一切盛らないで、ヒューガ君とかもそうなんですけど、はい、うん、なので59ヒューガもそれはそれでちょっと嫌ですけど、今だと多分59ヒューガとかが限界なのかな、多分ね。はい、59ヒューガってね、たけしとか乗るとすげえ数値出るんですよ。もうちょっともう7万じゃねえかみたいな数値出るんですけど、はい、まあ、そこに箱とか入れられると、ね、箱とか入れられて、まあ、59じゃなくて、ね、若干下がるんですけど、うん、まあでも箱とか入れるんだったら全体的にバランスで、自分が組んでるやつでも56とかまでは、ね、出せるので、まあまあまあそういう風にね、盛る人は盛り切っていくというところ、はい、まあ、1キャラあたりね 6.5 を組めるようになると多分やりやすいのかなっていうような気もしてます。はい、さあ、そのところで今日は昨夜第2弾、お知らせが来て、今週は結構ゆっくりですね、ゆっくりでもないのか、メダル集めを、結局皆さんどこまでメダル集めしました？そこまで保つ交換メダルが実際何個で、どこ金か銀かわからないんですけど、そこまで自分は頑張れなかったですね。多分ちょっと集会しなきゃダメな感じです。368の1294の1958というところで、うん、ちょっと回らなきゃダメそうですね。はい、予備ではガッと取れなかったですね。はい、まあ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 、やることもないので、オンラインね、ランクマガーッとね、一日何試合も何試合もやる方以外は、比較的ワーチャルやってメダル集めて、まあ、みんなと触れましてとかで、まあ、まったりしたね、あとはデリーのこの辺か、この辺をしっかりね、クリアしてというような習慣でしょうかね。はい、まあとかく今こういう状況なので、フォーメーションもまあランクマとか、レメ内でもそうですし、まあいろんなねフォーメーション、前だったら結構偏りあるフォーメーションだったんですけど、特に日欧州の組み合わせのフォーメーションが結構充実してるっていうのもあったりとか、まあ今まあ海外一派中心で組んでる人も多いので、まあ今圧倒的に、まあ守備がしやすく、カウンターが発動しやすいっていうのはロングフィードも含めて4123とか、3133とかね、こっちの方が、まあ、多いのかな。今4123がね、ここ最近は特にやっぱり左右のサイドからすり抜けた時にカバーが入るセンターバックっていうのがねいるっていう意味では、やっぱり4123、非常に自動パス勝ったってもね、結局裏にピューって出されて抜けられちゃうっていう時があるので、まあ、そこはセンターバックがカバーしてしっかりマッチしていくと
いうようなねことができるように4123がね流行ってるのかなっていうような気もしてますし、デバフの方のひな形結構ね4123が多かったかと思うんですけども、まあただ今デバフの人でも結構自動パスカット、まあ、今回のカルツとかもそうですし、ジェンティーレ、そしてアウミージャとか、自動パスカットがね結構多いキャラクターも増えてきているので、この辺がねちょっと怖いところ。まあミカラファーは最近だいぶ減ってきてはいるんですけど、まあまあミカラファで思い出した、ミカラファの情報修正っていつなんですかね。ミカラファの情報修正はなんとなく27日な気がするんですけど、30日まで引っ張るのかな。はい、ね、で7月入ると多分頭の最初の金曜日かなんかで多分アムステルダムのね情報修正入るということで、あの時に報告なんか1ヶ月前くらいにですね、7月の情報修正キャラはみたいないきなり出てというか早すぎんとかちょっと思いましたけど、だったらエムンバッパとかやってよとはちょっと思ったんですけどね。アムステルダム行く前にエムンバッパとかドルトモントの新田くんとかやってよとはちょっと思ったんですけど、ドルトムントの新田くんなんかもうどちらかというともうネクストドリームの中ではだいぶ外れキャラだったんじゃないかなと。結構自分はランクまで頑張って使いましたけど、パスが使い物にならないから結局タックルでもねディフェンダーに駆られるみたいなひどい状況だったんですけど、はい、あそうだ思い出した、そう20日の日本代表に関しては多分技の新田が出るんじゃないかな、かもしくは速の新田、力の新田くんってことはないと思うんですけどね。まあでもこの間技の新田、あそうだ J リーグの新田くんとか超使ってる人全然見ながらいいで終わっちゃいましたね。 J リーグの新田くんもねドルトムントの新田くんの後に出ましたけど、はい、まあそういうところで、あとは去年のね4周年の新田くんも、ね、最初の頃は使ってましたけど結局、まあでも今回はドイツのライジングさんもそうですけど、まあライさんのドイツ戦がね多分この選手を設計しているタイミングでちょうど、漫画でもやってたタイミングですので、まあおそらく新田くんはドイツ戦2点取ってますから、まあ強いんではないかなと思います。はい、あとブラジルでは強いサンタナが来るとなんとりあえずはね超フェスじゃないやフェスで結構頑張って取った人がね報われてくるのかなっていうので、ナトレーザーねもったいないと思うんですけどね。やっぱ海外リンク系とか、まあ、結構今デッキが絆が組みやすい状況なのでごちゃ混ぜにしてる中で、まあ、やっぱ海外リンクとかなんとかリンク系で固めていくっていうデッキは結構厳しいのかなという反面、まあ、バフを盛るっていう意味では、まあ、今回のドイツ盛りもそうですけど、あのユーベ盛り、はい、ゆうべピエモンテモリとかもそうなんですけど、やっぱりある程度そういうところのキャラクターも固めながら全体的にはバフ増しをしていくというような形、まあ、これはデバフのデッキをやられている方もそうだと思うんですけども、まあ、もしかしたら、ダービー、まあ、ダービーだけになっちゃうのかな、まあ、ダービージェンティーレとかを入れながら、2トップのところでインザース、そして、トレサガーを入れる、なんだっピエモンテデバフ2トップとかをやる人もね出てくるのかなと思います。はい、まあ昨日ねやっぱりあのバッカスとかちょっと怖いなっていうようなねイメージあるんですけども、まあただクラブキラーを乗せなかったら多分ナトレーザーの高浮き抜けちゃうかなと思うので、まあ、ナトレーザー、そしてまあ翼とかあの辺ですかね、まあ、あとはまあ、チョフィスのヒューガーの最後の方とかもね多分抜けてくるような数値、まあ、これはトーマチェック見てみないとわからないんですけど、まあ、最後ねどうなるかというところで、まあ、力のシューターでインザース止まんないんじゃないかなっていうインザースリバウールとかね、まあ、これまあ実際ねちょっと数値見てみないとわからないんですけども、はい、まあね、ちょっと楽しみにしていきたいなというようなところでございます。はい、さあ、そんなところで、あとは大きなところでのインデックスとしてはないかな、そんな感じですかね。はい、今回そうなんだよな、まあいいや。はい、まあちょっとね記録というか記録がかかっててに、そうなんですよ、記録がかかってて記録がかかってたんですけど、最後の最後で記録が打ち破られてしまって、記録っていうかこれ個人記録なんですけど、はい、あの2敗んカップ戦今月2回あったと思うんですけど、
2カップ戦連続無失点で終わるかなと思ったら、最後の最後で弾いたボールがゴールエリア前でフリーになっちゃって、バンって抜かれて1点取られちゃったなっていう、そういう話だけだったんですけど、はい、そう、まあ、珍しいですよね。まあ、ただね、ハイはね、どっちにしてもやっぱマッチングの運とかも結構大きいので、これがね、例えばその同じようなカテゴリーの人たちで当てはまればね、また状況とかは変わってくるのかなとちょっと思ったりもするんですけど、それってランクマと変わらない、ランクマの20試合限定とかでもそれをそのままハイに反映させたりとかすればもっと大激戦になるのかなとちょっと思ったりもしたりとかして、あとランクマがね活性化するので、まあ、こういうのもいいんじゃないかなとちょっと思います。でもこういう例えばランクハイで今はこういろんなランクの人と上下でやったりしますけど、ランクマのランクマのカテゴリーの中で20試合やって20連勝した人はマジ強えわとちょっとね思いますわ。本当に多分相当難しいんじゃないかなとちょっと思いますけど、これグローバルと統合してやったらめっちゃ面白いかなと思ったんですけど、はい、しかもねループが効かないっていうね、20戦限定っていうね、これ下手したら10勝報酬もらえないかもしれないとか、そういう話がね出てくるかもしれないですね、はい、ちょっとねそういうのもねちょっと上さんやってほしいなとちょっと自分は思ったりもするんですけども、はい、そんなところですかね。今週に関してはそのところ あとワーチャレですね。はい、ワーチャレね、お忘れなくということで、金曜日明日のアップデート一発目は夜の12時まで消化しないと、日またぎだとねワーチャレ更新されてしまいますので、必ずね12時までにやっていくというようなところがいいんじゃないでしょうか。はい、さあ、あとですね、ちょっと、小ネタなんでうちうちのもん、お話なんですけども、ゴールデンコンビ XX ゴールデンコンビ X2 で、メンバー募集を久しぶりにちょっとしてみたいなと思います。興味ありましたら、一緒にね楽しんでいきたいメンバーましたら、ぜひDM の方、自分かトーマさんの方にいただければと思います。 X2 に関してはカゴタスとかでも大丈夫かな。はい、よかったら興味ありましたらぜひお願いいたします。XX の状況としては、多分ランクマフレマが好きな人が今いいかもしれないです。はい、うん、現状そうですね、ランクマめっちゃ好きな人とかの方が、キャラがいなくてもランクマめっちゃやってる人とかの方が多分今のチャット内の会話を見てると合うかもしれないですね。はい、もし今日ご興味ありましたらぜひお待ちしておりますので、ご応募よろしくお願い申し上げます。はい、さあ、そんなところで今日はこの辺で終わっていきたいんですけど、いつもご視聴そうなんですよ、これ忘れてた、今日これ冒頭で言おうと思ったんですけど、そうなんですよ、今日ねちょっとまあしリアルというかね、普通のね日常の中で、まあ、100人まではいかなかったんですけど、テレカンだと分かんないですかね、まあ、ウェブミーティング、まあ、ズームみたいなやつですよ、ズームみたいなやつで最後こう締めるときに、はい、ということでいつもご視聴ありがとうございますって言っちゃってまあ確かに会議というかミーティングというかセミナーというか、まあその大勢の前でまあ確かにご視聴はご視聴なんですけど、はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございますって普通に言っちゃったなと思ってなんだこれとかちょっと思いながら、みんなねなんかポカンとしてましたけどはい、そうなんですよ、はい、一人でねもう大爆笑しそうになって、自分が多分今日は来てる人たちは誰も多分 YouTube やってるっていうのは知らなかったと思うんですけども、そうなんですよ、今日そうウェブのねそのミーティングみたいなやつで、はい、締める時に、はい、いつもご視聴ありがとうございますって言っちゃったのが自分の中ですごいツボでしたというところで、今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。はい、というところでいつもご視聴ありがとうございます。ね、素敵な金曜日、そしていい週ね、月曜日からは日本代表というところで楽しみにしていきましょう。それではまた。